はい、皆さんこんにちは、こんばんは、市民数の市です。今回は算数オリンピックの問題から、出しています。この問題ですけど、難易度は少し難しいぐらいの問題で、すごく基本的な問題で、中学校でも、解いてほしいような問題ですので、皆さんと一緒に解いていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はじめですけど、ここの三角形、まあ三角形 ADB と三角形 ACF というのは正三角形であり、相似の三角形です。相似といえば、まあ面積比から相似比が出てきます。169の、まあ、2乗というのは13の2乗です。で、361は覚えといたらいいんですけど、19の2乗です。まあこの2乗が計算できなかったら結構大変かなと思うんですけど、ここが分かれば、はい、DA の長さが、はい、13の長さ、また AC の長さが19の長さだということが分かります。この時にここの三角形とここの ABC の三角形というのは高さが共通になります。高さが共通の時は、まあ、底辺の比が面積比って形になりますので、13対19です。なので169から13割り19倍すれば三角形 ABC が求まるって形ですね。なので160から13割れば13です。で、 13×19 というのが247ということが分かりますので、三角形 ABC は247平方センチメートルだということが分かります。その次なんですけど、まあ、中学生でも中学受験でもよく出てくる問題なんですが、ここで補助線を引きます。まあ、2つ引いておきますね。この時に EF と DC は平行、また DE と BF も平行であるということが分かります。なぜかというと、ここから証明なんですけど、各 ECA を丸としたときに、三角形 ACF というのは正三角形ですので、各 ACF というのは60度です。60度から丸を引けば、ここの角度。また、三角形 EBC も正三角形なので、60度から丸を引けば、ここの角度。ということは、角度が共通しています。また、長さ AC と AF が同じ、EC と BC が同じっていうところから、三角形 ABC と三角形、FEC は合同三角形になります。今のテクニックで、ここも60度から丸を引いたここで、まあ、60度からここを引いたらここの角度という形で、ここも合同な三角形になります。いいでしょうか。まあ、この時に120度、ここ120度、120度から60度引けば、ここの角度っていうのは60度だということが分かり、錯覚、まあここも60度だね、錯覚で、はい、平行だということが分かるんですね。平行、平行ですね。で、この平行が分かれば、透析変形っていうのが出てきます。で、透析変形のやり方なんですが、はい、ここの三角形と、はい、ここの三角形は同じ三角形なので、361平方センチメートルだということが分かりますね。で、同じやり方で、こっちの三角形も透析変形より、こっちに移動できるので、169平方センチメートルだということが分かります。そうすると三角形 EBC が求まってしまったという形です。169と361と247を足せば、答えは777平方センチメートルだということが分かりました。なんかすごく縁起のいい数字ですね。今回の問題ですけど、中学生でも、まあ中学受験でもすごくいい問題ですね。また皆さんやってみてもらいたいなと思います。
また、いろいろと動画出してきます。よかったら皆さん見てもらって高評価よろしくお願いいたします。そういった形で、それではまた。バイバイ。じゃあね。